はい、皆さんこんにちは。僕はね、今レドンドビーチというところに来ています。で、今日特にご紹介するのはね、これですね、レドンドビーチのピア、ここを今日は、歩いてみたいと思います。ちょっとね、雲が出てきつつあるんですけども、それでもね、青空が広がっていてすごい気持ちいい日です。パフォーマーもいますという感じのところですね。はい、ここからねピアが始まります。一般的にね、こう海に一本突き出ているピアというよりはね、ここはなんていうのかな、こういうのフィッシャーマンズワーフ的なピアですね。だからすごいね、飲食店とかお土産物屋さんとかね、たくさんあるのと、あとピアの形がね、こう海に向かって一本出てるんではなくってね、これどういう形になってるのかな、ちょっとなんか円形にみたいな感じになっています。なのでね、海をご紹介するというよりも、このピアの上にあるお店、あるいはその雰囲気をご紹介するような感じになると思います。ここにはね、このピアのね、昔の写真がこう展示されてますね。一番古いのはね、1925年の写真ですね。この辺全部1925年の写真ですね。すごいな、かなり古くからこのピアありますね。まあ、こんな感じですね。そこはチュロス屋さんとか、ここはね、神戸パール&ジェムカンパニー、パール売ってるみたいですね。あとはね、こんな感じでいわゆる一般的なお土産屋さん、こういう感じですね。まあ普通のお土産ですね。平日ですけどね、まあまあそこそこにぎわってますね。ここはフード屋さん、フードスタンドみたいな感じ、ハンバーガーとかね、あとはなんかエビのね、こう炒めたやつみたいな、こういうのとかね売ってますね。こういうのとかね、ちょっとケイジャンって書いてあるから南部料理っぽい辛い感じなんですかね。こういうメニューがいろいろありますね。ここでね、オーダーして、みんなね、ここで食べてるのかな。クラブハウス、まあ、クラブって書いてあるからカニでしょうね。ハングルが書いてあるから韓国系のお店かな。エビとか、あとロブスター、あとクラブね、カニ、それがね、水槽に入れられてずらーっと並んでるんで、まあこういうのを料理してくれるんやと思います。ちょっとね、豪華めな、あ、これフレンチジャパニーズクイズインって書いてますね。フランス風日本料理店ってことかな。まあいまいちどんなものがあるのかピンとこないですけどね。うっすらね、海にこう雲がかかってるんで、そんなにね、日差しが強くはないですね、今日はね。このお店もね、いっぱいなんかカニとかロブスター置いてますね。ほら、カニだらけ、ロブスターも売ってますね。大きいロブスター、こういう料理を提供してるみたいなね。エビ湯がいたやつかな、あとタコ、アサリっぽいのとかね、あとタンチネスクラブ、ロブスターとか、なんかいろいろ魚介を売ってますね。なんとなくね、バスエ的な感じもするんやけども、でもここもね、人気のあるピアなんでね、週末とかは人いっぱいですよ。ここもいろいろこういうね、食べ物売ってます。プリッツェルとかパンケーキ、 あとはこういうちゃんとした料理もありますね。これなんかコリアン系かな、コリアンバーベキューとか、あのそういうわけでもないのかな。釣り人多数、なんか釣れてんのかな。子供が釣ってます。
ここはねすごいね変わった形しててね、今来たのがこっち側ですね。この建物の向こう側をこうずっと歩いてきて、でこう釣りいっぱいしてはる人のところに出てきて、そしてまあ今からこっち向かいますけどもね、ここからまた三角形みたいになってて、こうやってまたね、入り口の方に戻る感じなんですけども、一回戻ってまた違う通りからまた別方向行ってみますね。まあ、ピアの上にあるお店はね、飲食店か土産物かっていう感じですね。ここはメキシカンかな、メキシカンフードって書いてますね。ここはファンネルケーキとかアイスクリーム、まあ、スイーツ系が多いのかな、この店は。すごいな、飲食店がここは固まってますね。あ、ここもレストランやね。スープ、サラダ、シーフード、あ、でもシーフード屋さんですね、ここね。レストラン、お土産物屋さん、なんかお香のいい匂いする。貝とかいろいろ売ってますね。まあのんびり歩いてると楽しいですね、ここね。まあ、なんか揚げ物が多いのかな、揚げ物、まあ焼き物でも、まあピアだけあってやっぱり魚系が多いですね。ちょうどここがね波打ち際になっててね、だから波の音が結構聞こえて心地いいですね、ここね。風も気持ちいいし、このレストランはね何度か来たことありますね。その友達の送別会とかね、昔働いてた会社の人との食事会とかでね。やっぱりねピアは開放的でいいですね、気持ちいい。そしたらね次はちょっとピアを外れてというかね、あのヨットが止まってる向こう側、あっち側にもね、いくつかお店いろいろあるんでね、そっち歩いてみますね。反射してるか見えへんかな、なんか魚いるの分かります？なんやろあれ、船が出ますね。すごいねちっちゃい遊覧船やからね、まあ、あんまり遠くまでは行かないと思うんですけどね、気持ちいいですよね今日みたいな日にこう船乗るとね。ここがね、小さなねヨットハーバーになってるんですよね。これクオリティーシーフード、ここもシーフード、売ってる屋外レストランみたいな感じやね、これね。どんなもんがあるんかちょっと見てみましょうか。ここはね実際なんていうのかな、カウンター越しに買うんですね。あ、フィッシュマーケットとね一緒になってますわ、これフィッシュマーケットと。食べる方にはねこうやってサンプルが、まあ、揚げ物が多いけどね、エビとかね白身魚の。こっちがフィッシュマーケットですね。いろいろお惣菜的なものも売ってるけども、あとはこう生のねシーフードいろいろ売ってますね。あ、すごいすごい、タコとかもあるよ、タコ。なんか美味しそうやね。あ、砂系も、わ、すごいでかいのある。ほらすごいでかい。あとこういうねトラウトやからマスとかそういうのも売ってますね。 あとナマズもイワシとかイカとかなんかいろいろありますね。あ、湯がいてない生のタコ、結構ここすごいな。サバもあるし、
ヒラメとかそういうのもあるし、かなりね充実の魚市場やねこれね。これなんやろ、クラブデプトへからカニセクションですね。これねちょっと波がきつくてわからないかもしれないですけどね、ウニですね、生きたウニ売ってます。あとはねこういうハマグリ系の大きい貝とか、これ牡蠣やね、オイスター、すごいな、いろいろ貝売ってる、ムール貝とかね。ほんで料理はね、さっきのところで、まあ、頼んで外でこう食べるんやね。酒もビールもいっぱいある、いろんな種類ので、ここでお金を払ってここで食べるみたいね。こっちでもみんな食べてますね、ビール飲みながら。すごいなここ、広いな。これ今あの出てきたね魚市場の入り口なんですけども、そこからここもつながっててね、こっちはオイスターバーって書いてますね、オイスターバー。いろいろオイスター売ってますね、1個 4.5 ドルとか 3.5 ドルとか5ドルとか、いろいろ種類違うんでしょうね。サニーベイス、ディアークリーク、これは産地かな、産地によって違うのかな値段がね。今ね、カキ割ってやりますね。カキね、いろいろ種類聞いてますね、これはどんな味なのとかね、どんな感じなのって。こっちはね、シュリンプカクテルとか、あと何やろこれ、味も味ついた、これね、カニ、あ、ちゃうわ、イカですね、イカ、味付けイカ、あっちが味付け、いわゆるこれがシュリンプカクテルですね。あ、いろいろあるな、タンジネスクラブとかね。あ、こっちはカニの足、キングクラブって書いてある、キングクラブの足ですね。これは高いやろな、これは高いな、1パウンド 89.99 やもんね、すごいな。ここはねカニ売ってるわ、生きたカニで、こっちがロブスター売ってますね、すごいな。こっちもまた違うねカニ売ってますね、丸っこいカニ。面白いですねこの一角ね、こういう生きた魚介類売ってるのね、すごい楽しい。じゃあねちょっと先も行ってみましょう。この通りにねいろいろ店がまたあるんですけどね、ここはギフト、クローディング、スーベニア、まあ、お土産物屋さんとかですね。これでもクオリティーシーフードって今のお店の服着てる従業員やから同じ店かなこれね。こうねアイスクリームにねキッズたちがおると、それだけでアメリカっぽいんやけどね、すごいねこの様子、ほらすごいアメリカっぽいですよね。これレストランですね、バーって書いてあるな、レストランバー。ここも開放的でええお店ですね、バーガー、あとビールとか多分そういうもんでしょうね。粉コーヒー、粉コーヒーってハワイの粉コーヒーかな、これね。ここはお土産物屋さん、ここはねむちゃくちゃアメリカンなバーですね。今はお客さんほとんどいてないけど、こんな感じでね。バーが多いのかな、飲みたなるよねこんな気持ちいい日はね。今歩いてきたこの通りね、すごい楽しいですねここね。でここにも、ここはねちゃんとしたレストランですね。僕一回ここに撮影来たことありますね、報告写真撮りに。あそこに見えてるのがねさっきまでおったあのレッドエンドビーチのピアです。というわけで、とりあえずピアに車止めてるんでね、あっちに戻りますね。
はい、いかがだったでしょうか。最初に言ったみたいにね、ここはね、お店がたくさんこのピアの上にあるんですね。レストランいっぱいありましたし、お土産物屋さんもありましたし、あとちょっと離れたところではね、最後ご説明というかご紹介した、フィッシュマーケット、魚市場ありましたね。こういったところがね、こうギュッとまとまってるところっていうのはね、ピアで言うとね、ないですね。まあ、サンタモニカピアはね、あのお土産物屋さんとか遊園地とかあって、それはそれでちょっと独特なんですけども、それ以外で考えるとピアっていうのは通常あの桟橋がね1本海に突き出ていて、その上をこうゆっくり散策、海を見ながら散策するようなタイプのところを言うんですけども、ここはねどっちかというとピアっていう名前がついてますけども、フィッシャーマンズワーフみたいな感じですね。なのですごくねユニークで楽しいところだと思います。なのでね、まあ、LA に来られた時にはちょっとここまで足を伸ばして来られたらまた違う雰囲気が味わえて楽しいと思います。はい、そしたら今日はこれで終わります。ありがとうございました。